今日の抽選は250名様くらいで246番、とりあえずスロットコーナーに行ってダメならちょっと甘みとか打ちながらいろいろ考えていきたいと思います。まあ A バラも確実に埋まるじゃないですか。でジャグラー花花も埋まる。バラエティは掘っても掘ってもわからないから多分ここではいかない、多分取れないと思うんだよな、何もな。おはようございます。お願いします。すいません、ありがとうございます。ごめんなさい。さあ行くぞ。さあ何が取れる。いやー打てないな。いや無理だ。ジャグラーいけるか。いやジャグラー埋まってるよね。ちょっとここでバラ行くって選択肢もないな。何打つ、本当に何打つ。ちょっとパチンコ行きますか。天海ね、店内状況を見ながらいろいろ考えたいと思います。はい、それではちょっと入場ごたついてしまって、まあ、246番で何も取ることできなかったんで、まあ、まず海打ちながら、まあ、ジャグラーとか空いたら多分状況いいと思うんで今日は時差オープン。さあそれではどのくらい回るかって話なんですよね。雨海、いや打ってくかい。いやバラ掘るできたか。いやそういうわけにもいかんよね。多分ねなんか打てるんじゃないかな。すっげえ釘見てる人多いんですよね。雨海でもワンチャンなんか打てるのが毎日あるのかなって感じですね。今のとこ悪くないけどな。まあ甘みは分かんないですよまだ。いやーいいね、まったり海回れば海でいいんだから。めちゃくちゃいいよ今んとこ。マジで悪くなさそうな感じがある。普通にめちゃくちゃ回ってるけど、え土着さに回ってるけど何、怖い怖い。いやーいいね、1000円で27、びっくり。いやもう回ってくれたらでもこれでもいいかもな。1日これ打つかも。あー最初なんで何とも言えないですけどちょっと良さそうには思うな。雨海の場合なんか元から出来がいい台とかって結構あるんで、で回っちゃってるよみたいな。いや本当に良さそう。ちょっとねなんかピンの方もう多い感じしますね。周りの状況っていうか周りのお客さんの層を見るっていうのは結構重要だなっていう。やっぱ朝一来てる人が何人かいたっていうのはやっぱそれだけちょっと回ってた時があるのかなっていう推測にもなるんで、118の5000円っすね。これやばいな、多分普通に打てるな。もうちょっと打ち切りしようかなくらい思ってますもん。おっのっとっと、はいはいはい出た。マジで頼む。イエス、ありがとうございます。144ゲーム投資6500円ですね。はい、メモしていきます。144、6500。待った、一応弾抜いて測るか。やばいやばい、間に合うか。 OK。 さあ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 ですよ、アイマリンモードですよ。頼む、リーチかかってくれ。ちょっと祈る。うー惜しい。おーさっす、ほらこういうの、マジでこういうのなんだから。海いいよねやっぱ。マジで海って天才なのよ。さあ頼む、レッツゴー。普通におばあちゃんたちに見られそう。おばあちゃんに、おー待って、赤はマジで熱いよ。イエス、いいですね、ありがとうございます。もうこれなのよやっぱ海、やっぱ海って思っちゃうよね。そうこれなのよな。さあ、いやー待って、ちょっと頼むわ、ちょっとだけ頼むわ。イエス、これです。
これなんです。そういうことなんです。ありがとうございます。チカチカしてるっしょ。マジです、これなのよ。もう何でもありやん。素晴らしすぎる。いや待って、めちゃくちゃいいお店やん。本当にいいお店。ほら見て、これもう垂れ流しね。マジで多分減ってないな。本当に10玉20玉とかじゃないかな、減るの。あ、もう本当にすごい。一応出玉測るっすよ。ちょっと一回店内状況見てきますか。今ざっくり店内見てきたら、まあ番長はそこそこ絆なのかなって感じと、エイバラが海物語 S ラッキー海かなって感じですね。あとジャグラーも、まあ、ビッグまだ寄ってるなって感じですけど、やっぱ配分高いんじゃないかなって感じはしますね。まあここが回ってる限り特に移動する必要性はあまりないかなと。ちょっと後でいろいろ計算はしますが、思いのほか回ってる。やっぱ他の浜の機種も回るらしいっすわ、今なんか聞いたら。スロットだけじゃないってやっぱでかいっすよ。まあ浜を回すお店は本当にいいお店だからな。さあ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 、おつおつおつ、まあ欲しい。わあ、チカチカチカ、ありがとうございます。141ゲームあたりですと。一応玉測ります。141、こっちね。 OK、 141の、お、揺れてます。びっくりマーク。いや本当に取り直しても減らないわ。うわー、ありがとう。うわうわ、もう本当にさ天才よな、考えた人。ちょっと祈っちゃう俺がいる。あ、待って、光ってるやん。あーはは、ありがとうございます。はい、いやいいお店よ。おっとおっと、ちょっと待ちますか。さすが141円ね。いや欲しか。いやー当たってる。めちゃくちゃに楽しい。いやちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ありがとうございます。33ゲームいやー素晴らしい。ちょっと早いですけど周り見てきますか。はい、今戻ってきたんですけど、まあ、店内状況ざっくり言うと、まあ、まんべんなく入ってるのかなっていう感じですね。でガメラから5、6角6角が出てるっぽいのと、まああとなんだろうな、特段まだあんま見えてないっていう感じですね。パチンコに配分振ってんのかなとか思ったり若干してます。今日パチンコ結構回ってる感じするんで打ち切ろうかなと思います。うーっすうーっす、頼むっす。いやー欲しかー。今ない、チカチカも今のところない。さあボタン、ありがとうございます。142ゲームあたりですね。
汁出るよなこれな。やばくないですか。マジで汁出ちゃうよなこれ。いやもうやばいって。パン、はい素晴らしい、はい素晴らしい、ラスト、うわー頼む。うわ炎、おっつー、ちょっと祈ってる、俺はいる。イエスイエス、マジでイエス、マジで。あ待って10ラウンドやん、もう気持ちいい。うわおい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 、マジマジかよ、すげえじゃんお前。ちょっと酔わない、酔わないか。イエス、オッケー、十分です。ラスト、あー何もないか、あーちょっと揺れてる。オッケーオッケー、おっとマジ、俺はあっち行ってびっくりやん。ちょっと一回止めよう。スルー保留も消えたんで今止めますね。いや頼む、イエス、ナイスナイス、マジでナイス。いやはいありがとうございます。もうやっぱ海楽しいわ。おつつおつつ、満月開いて頼む、パカーン、あーイエス、ありがとうございます。102ゲームと、よいしょ、うわーっと、うわーっと、これ初めて見たかも俺。当たるやろこんなん、こんなん当たるやろ、これ当たんないことある、当たるよねさすがに。イエスイエス、はいありがとうございます。間違って10ラウンド行っちゃってもいいけど5ですよね。揺れとるね、こういうのなんよな。さあラスト、いや揺れもなし、あ揺れた、さあどうですか、リーチはかかった、炎はなし、ボタンもなしか、おーす、何もないからの当たり、ありがとうございます。なんでこんな入らんと、いや違うな、そうじゃない、はーい、ありがとうございます。さあ、はいっと5ラウンドもうする、わー川やばいな、うわーやばい、はい流れ来ました、今日も流れ来ました、もうこっからアイマリモードです。5ラウンド、はいありがとうございます。よし一回もう一回店内見てきます。今ざっくり店内見てきたんですけど、まあ花々とアイムが前代系なのかなって感じですね。まあデータ見る感じ前代合算も悪くないですし、
まあ、レギュラーもしっかりついているとその他機種1、2大機種は片方みたいな感じの風にやってるのかなみたいな感じました。まあパチンコも本当に悪くないんで、まあやめる要素というか、まあジャグラーも空いてないですし、まあ詰め抜き対地積んでいこうかなっていう感じですね。これを終日回していいのかなっていう感じですね。もう、まあ、本当にもうちょい番号良ければどこでも行けたかなっていう感じはしましたね。結果パチンコも打てるんで全然いい感じですね。で他のアマも打てるし、まあ上のパチンコもずっとからくりサーカスといえばユニコーンとか埋まってるんで、まあ回ってるんじゃないかなって感じですね。まあ最後一回データ見てデータから逆算してみたいと思うんですけど、いやーいいお店っすね。パチンコも打てて前代系も探せるみたいな。前代系使ったらパチンコもまだ空いてるんで、まあリカバリー効くかなっていう、幅広く攻めれるっていう感じですね今のところ。いやパチンコ打てるって発見できたのがマジででかいな。これが見つかると、まあ次回がこの配分か分かんないですけど、こういう動きができると、まあ前傾攻めた後のリカバリーとして、まあパチンコっていうのでもありなのかなって感じですね。さあ、うわー、ちょっと期待バイブ、ちょっと騙されないぞって気持ちはある。さっき外れてるし、あ、待った、遅れたね。もう弾抜きます、これは弾抜きます。遅れたんで、マジで遅れたんで、はい、です。やっぱリーチ遅れはマジで、219ゲーム、はい、ありがとうございます。219の押しか、いやー炎ないか、あー当たってる、ピチピチ、もう大丈夫です、ピチピチピチ、ありがとうございます。うわーうわー最高っすね。はい、ありがとうございます。10ラウンド、うわー、ありがてー、ありがたい、ありがたい、めちゃくちゃ減っちゃったかな。5ラウンドです。いいね、ちょっとな、下がってきちゃったな。まあ打ち切ってもいいけどなーって感じなんだよな。まあでもあらかたサンプル取れたんで、まあそれでいいか、そう考えよう。今日はサンプルが取れた日、まあ悪い番号でもできること、まあやれたしって感じかな。さあどうするかな、かといってもう移動できる時間ではないしな。よし、ちょっと周り見てきます。はい、実戦終了いたしました。沖海のアマとしまして、収支の方が投資6500円、回収7000発、いや2万5000円ですかね。店内状況言いますと、アイムジャグラー、花が全死ごろもしくは全ごろ、その他 A バラに機種1、宿命が前代から金トロフィーが出ていると。まあ 6.5 はなんかそこまで要素としてはいい、良くはないよという情報をもらいました。
やはりこのお店は A タイプ、ハナハナとジャグラーですね。先月も25日もハナハナをやっていたんで、まあ次回来るときハナハナでいいんじゃないかなっていう、もし25日来るんであれば、まあハナハナ第一優先にとっていいんじゃないかなっていう感じですね。あとはまあ機種位置は必ず上があるみたいな状態、あとメイン系にシゴロ配分で、予想以上に海が回ったんで、ちょっと今後前傾を狙ってからダメだった時はそのリカバリーとして海を打つっていうのは動きとしていいんじゃないかなということを今日思いました。なんで次回からまあ全取れる番号であればまあ全狙いつつ、ダメなら海へで期待値を積むという流れを取っていきたいと思います。本日はありがとうございました。それでは失礼いたします。